皆さんこんにちは、久しぶりのアキチャンネルにようこそ、今日は夏休みで頑張ってくれている学生インターンの皆さんの質問にお答えしたいと思います。よろしくお願いします。台湾有事は日本有事とよく聞きますが、どういうことでしょうか？台湾が武力攻撃にさらされるこの状況っていうのは、もちろん台湾に対する攻撃なんだけれども、地図をちょっと皆さん思い浮かべてもらいたいんだけど、台湾の本島があって、その東側に日本の一番最西端、さらに一番西の端にある与那国島っていうのがあるんですけど、与那国島までの距離って110キロしかないんですね。ですから本当に晴れた日だったらお互いに見える距離、そういう至近距離に与那国島があり、西表島があり、石垣島があり、宮古島がある。これは先島諸島っていうんだけど、ここはもう台湾と地理的にはほとんどつながってるような島々なので、もう台湾だけを例えば中国が攻撃する、台湾だけをこう真空状態で切り取って攻撃するというのは不可能なんで、ミサイルにしたって戦闘機が飛んでくるにしたって、もう当然この半径400キロぐらいはもう戦場戦域になってしまう。その意味では地理的要因から言っても台湾有事は日本有事ということが言えると思います。それともう一つは、仮に武力攻撃じゃなかったとしても、例えば海上、台湾の周りを海上封鎖するとか、あるいはサイバー攻撃をするとか、あるいはその台湾で政権を転覆させて、中国に、いいような仲のいいような政権を作って、中国を引き入れて台湾を中国が支配するようになったとするじゃない、はい、そしたら台湾海峡や、それ台湾とフィリピンの間のバシー海峡や、台湾とそれから先島諸島の間の海域っていうのはもうほとんど中国のコントロール下に陥ってしまいますから、仮に平和に台湾統一が行われたとしても、その結果日本に対する安全保障上の影響、あるいは経済シーレーンの途絶とかね、経済的な影響はもう計り知れないほどあるので、台湾有事にならなくても台湾に対して中国が支配を及ぼすようなことになれば、もう日本の安全保障はもう根本からひっくり返る、そういう意味では運命共同体というふうに言えると思います。ありがとうございます。